はい、レオンチャンネルです。デラックスディアダリンガーのレビューとこれに付属した3枚の戦隊ギア、これを使ってディアドリンガーとの連動も確認しましたが、僕動画内で1000番って言ってましたけど、正確には新番だって。新しいに何番の番って書いて新番で、今回は逆にすでに発売済みの戦隊ギアをディアダリンガーにセットするとどういうサウンドが鳴るかを検証していくんですが、もうすでに公式ブログの方に答えが書いてあって、5月上旬時点で発売している戦隊ギアのディアダリンガーとの連動は5種類のサウンドが楽しめますよっていう風に書いてあって、そのうち3種類は2カイザー関連の変身フォームチェンジって感じですが、それ以外の全カイザーで1種類、この辺の変身ギアも含めたレジェンド系、これを全部一色多にした戦隊音声枠っていうのがあるらしくて、要は開封時に僕先輩じゃーっていう風に聞こえたって言ってましたけど、あれが戦隊じゃーのセリフが鳴ってるんだって。なのでそれも含めて現状5種類が鳴りますよってことなので、今回はそちらを鳴らしていきましょう。まずディアダリンガーの代表的な音声系っていうと、変身待機音とダンス攻撃待機音があって、ツーカイザーではこれね。ヘイ、ダンスしたくなるよね。この音声と、で、変身後に長押しね。この待機音。細かい召喚音声とかいろいろあるんだけど、大きくはこの待機音ががっつり変わりますから、リッキーではアラビア風に変化しますよね。で、ダンス攻撃で、踊れ。で、ここでも、アラビア風。そして、これが、カッタナーになると、和風に変わるんですよね。うん、外務官。で、ダンス攻撃でも、前で和風サウンド。このハイテンポな和風サウンドもいいね。っていうような3種類を楽しむことができましたが、じゃあ全カイザーだとどうなるかっていうと、一応公式サイトには EDM 風って書いてあるんだけど、どんな感じ？ヒーローサイド。おー、そういうことか。あ、待って、待機音さ、通回と一緒じゃん。で、全カイザーって言ったね。え、すげえいい。おー、お、すごい。全開にレボリューション。トリガーは？あ、特に変わんないか。ダンス。
おー、ここでも、痛快さと基本は、メロディーライン一緒だ。だけど、これが EDM 風に変わってるわけね。え、おしゃれ。仮面ライダーウォズっぽい。あ、全回かと思ったら、戦隊って言ってる。あ、戦隊だって。さらに必殺。うん、普通に全速全身回せ回せって、ここは変わんない。いっぱい変わんないね。おお、全開にドッキュンだから変わってる。前は痛快にドッキュンでしたもんね。通常は戦艦召喚だったり合体指令だったりするんですが、それが機械サイド回せ全開よオペレーション。あ、全開よオペレーションだって。一応これも合体指令か。え、さらに回すと、前回にクロコダイルドッキューンかな。ここはクロコダイル関連のサウンドが鳴るのか。ちなみに機械サイドでもダンス攻撃発動は OK と。音変わんないけどね。こうなるわけか。じゃあそれ以外のレジェンド系、スーパーレッドバージョンであろうが、変身系であろうが、純粋なレジェンドでも、全部戦隊者のサウンドが鳴るそうです。ヒーローサイド、ゴレンジャー。戦隊者。おー、EDM。これ一緒か、ゼンカイザーと。で、戦隊者。さっきゼンカイザーって言いま、あ、ゼンカイザーって言いましたもんね。全体にレボリューションだって。ダンス一緒だ。トリガーは特になんもないか。なので一部ゼンカイザーとはサウンドがゼンカイとか戦隊とか違うところはありますが、基本的には似たような感じ。じゃあこれが機械サイドでは、回せ全体にオペレーション、全体にオペレーションでガコガコーンっていう機械サウンドなった。でダンス攻撃はやはり変わりませんから、うん、戦隊。さらに必殺は？あ、これも変わんないか。クロコダインドッキューンで攻撃サウンドが変わりましたね。これが5月上旬までに発売している大量の戦隊ギアの中でなる5種類のサウンドですって。意外とゼンカイザーのサウンドとそれ以外のレジェンド系のサウンドが似たような感じになってますね。でもこれも公式サイトに書いてあったんですが、今回の細かい個別認識っていうのはギアの形が左右対称になってるキャラクターが特別な個別サウンドがなりますよってことで、あ、確かに痛快座左右対称だ。え、これがキラメイジャーだと左右
非対称だもんね。ほら、ここ穴開いてる、穴開いてる。で、穴開いてるんだけど、こっち穴開いてないみたいな。で、これがゼンカイザーだと、要は左右対称ってこと？確かに左右対称だ。でもこれがマジーヌとかだと、左右対称じゃないわけね。こっちに穴が開いてて。で、なんでこれ左右対称かっていうと、ギアダリンガーっていうのは僕今右回ししかやってませんけど、本編基準なんで、左回しでも認識するんだって。で、左回しで認識するためには左右対称っていうのが必要なので、そうなってると。じゃあ、勝ったな。右じゃなくて左。本当だ。本当だ。機械サイド。あ、本当だ。反対回しでも認識する。要はこれが左右対称のゼンカイザーとかも一緒ってことか。おー、すげー。ほんとだ。リッキーも？いや、ギアダリンガー、結局むちゃ楽しいね。ギアトリンガーとね、同レベルに遊べる。言うわ、オーレンジャー。で、対強になるもんね。要は基本、戦隊ギアっていうのは左右対称になってないので、竜ソージャーをはめても、戦隊ジャーで、先輩共通音とかが鳴るわけね。ハリケーン。っていう仕組みだって。まあ、こういう細かいところまで、すでに公式サイトで情報解禁されてますから、リンク貼っておきますので、詳細はそちらからご確認ください。あとなんか、隠し音声もあるみたいなことも書いてありましたので、隠し音声も次の動画で細かく確認しましょう。以上、ギアダリンガーと発売済みの戦隊ギアを使っての連動音声検証動画でした。